子供の成績を上げる秘術。皆さんこんにちは、内科医の松本です。今日は言葉の機能と脳の構造と秘術の関係です。これは日本からの報告です。5歳から18歳の健康な子供262例を3年間追跡しました。生活習慣や知能検査、脳の MRI 撮影もしています。208例では2回目の検査をして変化も調べています。すると性別、年齢、親の収入や学歴、親子関係の良さなどの因子を補正したところ、親と過ごす時間が長かった子は言語理解能力が高く、3年後も大きく上昇していました。さらに言語が発達すると減少する脳の灰白質の量が低下していました。小さな子に読み聞かせが大切とは最近は知っている方も多いでしょうが、大きくなっても親子の対話が大切なんですね。それにしても会話で脳の構造まで変わるって素晴らしい。私も子供にできるだけ読み聞かせをしたりおしゃべりをしよった。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方はここをクリックするだけです。それ以外の方は動画の下に登録ボタンがあります。メルマガ登録もどうぞ。ちょっとした工夫でお金をかけず元気になる、もっと詳しい医学的な方法を紹介します。今日も最後までお付き合いありがとうございました。またお会いしましょう。